皆さんはそのお金を使うときなんですけれども、計画的に使うのか、それとも結構買っちゃえみたいな浪費家タイプなのか、どっちでしょう。私はもう一人なんで相談する人もいないので、はい、自由に自分のお金を使っちゃえって感じです。豪快な感じ。使っちゃえというか、あの買いたいときに、はい、あこれ欲しいと思ったらすぐ買うタイプです。お、はい、最近で何か大きな買い物されました？大きな買い物、何でしたっけ。大きな買い物はしてない。なんかネットで なんか注文したりとか、はい、ポンポンポンって買えちゃう。一人でまあ買い物行くこともあんまないので、はいはい、ポチポチしちゃう。ポチポチ、はい、そうですね。家に届くみたいな。ジュースとかね、うん、そういう感じ。あ、ジュース？あ、ジュースです。ジュースとジュースはだいぶ大きな違いですよ。ジュースだとちょっと心配になっちゃうんですよ。まあ、いいジュースもあるでしょうけどね。ジュースで買います。どうやって違いしていきましょう。滑舌がね、ちょっと。いえいえいえ。アリさんはいかがですか？何でしたっけ？貯金したりとかするのかって、買うときはこう考えて買うのか、それとももう思いついたら買っちゃうのか。あ、でも結構ちゃんと考えるタイプです。めちゃくちゃ慎重派で、もうできるだけあのクーポンとか使いたいみたいな、そういうタイプなので、なんかネット通販とかも1回カゴに入れて寝かせて、翌日もう1回見て本当にいるのか考えてから買う。すごいっていうタイプなので、なんかちょうど外しそうになるとき自分がちょっと怖かったりするので、一番怖かったのは海外とかにいたときにお金のこう単位が変わって、ちょっと感覚がちょっとこうずれたりするときに、そのまま円でね考えちゃうとすごい高い可能性あるもんね。それはすごい覚悟して、いつも旅行に行くときは気をつけてます。防御力高いね。防御力高いです、うん、攻撃力少なめです。私たち一緒だったらいいかもです。攻撃力高いですもんね。もう攻撃です。防御力ちょっと弱そうですね、お金に関して。防御ないです、全然防御ないです。コチンさんはどうですか？はい、私は結婚してから、私の話も聞いてもらえないんですけど、3人でインタビューなんで、はい、結婚してその奥さんにこう、はい、ちょっと待って、考えてっていう風によく言われるんで、うん、僕もどっちかっていうと沙織さんタイプで、うん、もう今欲しいと思ったものをボンボン、買ってしまうっていうタイプだったんですけど、今は結構奥さんに一回そのちょっとね考えた、考えてっていう感じで相談したりとか、うんうん、する感じですね、はい、私たちみたいな感じでこうね、そうですね、一緒になった感じが家族なんですね。あ、そうですね、はい、ね、はい、封じをしたね、封じをしたらこんな感じで、はい、奥さんに内緒で何か買ってしまった。じゃ言えるわけないでしょ。あるんですね。大丈夫ですよ、いいですよ、ここだけだから、はい、いや、ここだけじゃないですよ、すごい拡散力あるんだから。みんな内緒にしてくれるって。いや、これはね、こんなことは多分ニュースにならないと思うんですけど、奥さんから、もらったあのサングラスをなくしちゃって、でそれを同じやつを昔 の撮ってたやつを拡大して、あ、このブランドだっていうのをもう一回買い直して、それはあります、はい、なくして内定にしてる、なくして内定にしてるってことですね。はい、これ拡散しますね、これやめてください。はい、書いとこう。鈴木さんは何か大きな買い物は最近どうですか？何でしょうか。でもそれこそ最近一人で海外に旅に行ったので、もう旅自体が最近の中で一番の大きな買い物というか、何ですか、お金を使ったタイミングだったかなって思います。家具とか買って帰ってきました。旅で家具？家具、ヴィンテージの家具とか買って帰ってきたりとか、送る、向こうから送るとか、多分あの持って帰ってこれるサイズのやつをステンドグラスとか買って帰ってきたりとかして、とかっていうのが結構楽しかったです。あ、今までで一番大きな買い物って何ですか？でもあとそんなにあの大きな買い物はしてきてないので、そうですね、意外と何でしょう、何をしたんだろう、何が一番私の大きな買い物なんですかね。でも、あ、でもあの金が値上がりする前に初めてあの指輪1個買いました、自分のために。金の、はい、ちっちゃい華奢なやつですけども、それがぐらいですかね、恥ずかしながら。本当些細な、そんな大きな買い物ではないんですけども、ちっちゃいやつ少しだけ自分のために買ってみようかなって思って。それはそのやっぱ金の価値が上がるんじゃないかっていうのを踏んで、そういうのを、なんかジュエリー屋さんから聞いて、スタイリストでも違いますよ、本当スタイリストさんと一緒に、行って、本当なんかあの
全然なんか運十万とかじゃないですか、はいはい、何万とかってやると、それがもう何百万になるかもしれないよね。あ、確かに。いや、相当上がりますよ。相当上がった世界ですけどね。ゼロではないですかね、可能性は。大事にしなくちゃいけない。